植木駅は、熊本県熊本市北区植木町阿武見源にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。熊本方面からの当駅止まり、始発の電車が数本設定されている。1965年までは、山賀温泉鉄道が乗り入れていた。開業時の地名が由来。古くは、森のある大地上の里を表す、植村森と読まれ、古代から交通の要所だったという。 その、上村が、いつしか、上駅に点火したものが、今の地名になったと言われる。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。かつては、当駅で普通列車が、特急列車などの退避をすることがあったが、優等列車が廃止され現在は退避はない。廃止された山川温泉鉄道が、 文岐市当駅から熊本駅まで山賀温泉鉄道の機動車が乗り入れていた。熊本駅管理。2015年3月14日から無人駅となったが、約1年後に簡易委託駅となり元 JR 社員3名が交代で平日のみ近距離乗車券発売と修札を行っている。駅舎には出札窓口のほか自動券売機が設置されている。 2019年3月16日現在2016年からの1日平均乗車人員の推移は下記の通り。周辺には集落が点在しているが、旧駅町の南方外れであり、帰宅役所のある旧駅町中心市街地からは1トルの距離がある。植木駅前 ABCD お原用。JR 九州、無人化、新たに20駅発表。 毎日新聞 ABCDEF、週刊 JR 全駅、全車両基地三十三号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百科、二千十三年三月三十一日、二十三ページ。交通新聞、p 一 AB 駅長さんお疲れ様 JR 駅駅、無人化前に熊本日日新聞二千十五年三月十一日。 駅別乗車人員、ありがとうございます。